害虫駆除チャンネル。皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは3分でわかる害虫駆除ジャバネゴキブリ編です。飲食店などでよく発生するジャバネゴキブリの駆除方法を紹介します。短い動画なので最後まで見て参考にしてください。それでは詳しく紹介していきましょう。室内でよく見かけるゴキブリは次の2種類に分かれます。1種類目は黒ゴキブリです。この種類は大型で黒褐色、光沢があり、一般家庭でよく見かけるゴキブリです。黒ゴキブリの駆除方法は別動画で詳しく紹介しているのでそちらを見てください。もう1種類は茶羽ゴキブリです。小型で茶褐色、光沢のないゴキブリで飲食店や雑居ビルなどでよく発生します。それでは茶羽ゴキブリの駆除方法について紹介していきます。茶羽ゴキブリは巣を作って生息するので1匹見つけると数十匹住み着いている可能性があります。生息場所は暖かくて餌や水場の近くである厨房や台所などの熱源周辺が多いです。まずはジャバネゴキブリの巣を見つけることが重要です。巣を見つけるにはゴキブリ調査用トラップを使うのが有効です。ゴキブリの巣がありそうなところにトラップを仕掛けてください。ゴキブリがたくさん捕まった場所の近くに巣があります。駆除にはゴキブリ用の毒餌剤を使います。市販されている毒餌剤は家庭用の黒ゴキブリ用が多いので喫食率が悪い場合があります。その場合にはジャバネゴキブリ専用のジェル型ベイト剤が有効です。毒餌剤を食べたゴキブリの糞や死骸を仲間が食べることにより仲間にも効果が連鎖します。今回は業務用ジェル型ベイト剤ミサイルジェル D を使用します。最初にキャップを外してください。シリンジを後ろにセットしてください。シリンジを押してジェルを専用容器に注入してください。注入箇所が埋まる程度で約 0.3g です。巣の近くに容器ごと設置してください。今回はジャバネゴキブリの駆除方法を紹介させてもらいました。ジャバネゴキブリでお困りの方はお役立てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではプロが使う駆除用品や駆除方法を分かりやすく紹介しています。動画も定期的に配信しているのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。